聖マーガレット教会は、イギリス・ロンドンにある、イングランド国教会の教会。ウェストミンスター寺院と同じ敷地内にあり、英国議会が議場を置く、ウェストミンスター宮殿の教区教会である。アンティオキアの聖マーガレットに建道されている。最初の教会は12世紀に、ベネディクト会派聖職者によって建てられた。 寺院周辺に住む地元の人々は自分たち自身を簡素な教区教会として分離させ、1486年から1523年にかけ再建された。17世紀のピューリタンが不幸にも高尚な礼拝用寺院と共に、聖栄マーガレット教会がさらに適していると議会運用施設に選んだため、1614年にウェストミンスター宮殿の教区教会となった。 これが現在まで続いている。北西の塔は1734年から1738年にかけ、ジョン・ジェームズにより再建された。同様に全体構造は、ドーセット州から持ち込んだポートランドストーンで包まれた。東部と西部のポーチは両方とも構成に、ジョン・ラフバラ・ピアソンによって加えられたものである。教会の内装は大幅に修繕され、 現在の様子は1877年に、ジョージ・ギルバート・スコットによって変更されたものである。それでも多くのチューダー朝様式が残っている。よく知られる装飾では、1509年に、東側窓に付けられた、フランドル製、ステンドグラスが挙げられる。これはヘンリー・七世の長男で、プリンス・オブ・ウェールズだった、アーサー・王子と、 カトリック両王の娘カタリナ王女との婚約を記念して作られた。他の窓は、イギリス最初の印刷家、ウィリアム・キャクストンを記念したもの、宮殿の庭で処刑されたウォルター・ローリー教を記念したもの、そして1618年にこの教会に埋葬された、詩人で教会の牧師だったジョン・ミルトンを記念したものがある。収集家ヘンリー・コンスタンティン・ジェニングズもこの地に、 埋葬された。教会は上流階級の結婚式場としても使われ、日記作者、サミュエル・ピープス、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルもこの教会で挙式した。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。